んとあの動物とはパンダさん、もうパンダでしたね。そっか、はい、出してもらって、はい、次、はい、次行きましょう。はい、ではでは、あのゲーム、あのゲームです。イントロドンします。イントロドンってね、もうスバル大好きの方はもういっぱい見ただろう、聞いたと思うんですけど、今回もやっていきたいと思います。イントロドンの説明をアスカちゃんちょっとしておいてください。はい、イントロドンというのはここに高校生が曲の一部を吹きまして、その一部を吹いて分かったという方がおられたら手を挙げていただいて当てていただくというゲームでございます。はい、でね、はい、このイントロドンにはある儀式がありまして、スバルオリジナルの儀式があるのでね、ちょっとあの高校生にまずお手本を見せてもらいたいと思います。はい、じゃあ高校生の喉の準備を、うん、いきますよ、イントロドン。はい、これをねお客さんにも一緒にやってもらいたいと思います。じゃあ説明をちょっとお願いします。はい、まず拳を作ってください。右手で拳を、それを耳の後ろにセッツ、セッツ、斜め45度に突き上げる。 OK です。それを私がイントロというのでドンでお願いします。はい、でね、もうスバルデパートでいっぱいお買い上げになったと思うんですけど、なんと今回イントロドンに答えてくださって正解した方には、はい、ここにある景品を皆様にあげたいと思います。一回どんなもんかっていうのをね、まず1人目の方に、今回は3人させていただくので、まず1回目1人目に行きましょうか。はい、では高校生イントロドンやりたい人、はい、じゃあどうぞ。このサックスの、サックスパートの荒木鈴香です、お願いします。それではではね、あの儀式を行きますよ。皆さん行きますよ、行きますよ、どうぞ準備を。7の準備。インタロードン。分からないです、もう一回ちょっと行きましょうか。あ、早いですね、ちょっと行きますね。はいはいはい、お、今日はマイクがここまで、あーらら、大きな声を答えていただきました。ルパン三世ですって、どうですか？お正解です。ルパン三世、あ、帽子くださった方ありがとうございます。では一曲いきましょうか。それではお願いします。お姉さんにプレゼントあげましょうか。でね、ちょっとね、ちょっと川端でちょっと景品を選んできたんですけど、宮川端でね、そうです、宮川端で選んできたんですけど、お姉さんにはなんとぬか乙女をプレゼントしようと思います。これはね、まあ、洗顔でして、あのお肌 の、 あのボロボロとかカスカスがね、あの取れるので、ぜひこれで綺麗になっていただこうと思いますからね。2人目に行きましょうか。皆さん景品あと2つですよ。さて誰のものになるか。はい、ではでは次、高校生2人目やっきた。おお、ちょっと皆さんちょっと注目してもらいたい。この子楽器持ってきてます、やる気満々ですね。ではまあ行きましょうかね、聞いてみましょう。ではではいいですか。はい、預かりますね。ではでは、お客さん、高校生みんなどの準備をお願いします。行きましょう、イントロドン。
楽勝栗ですね。楽勝栗、笑う栗、これを食べて笑顔になってもらいましょう。さっきの可愛い女の子、はい、おめでとう。おめでとう。いい感じに行きましたね。はい、いい感じ。イントロドンもしてちょっと楽しんだところで、はい、ね、あれ行きましょうか。次に行きましょうか。はい、じゃあ次お送りします曲は、この前の校内のアンサンブルコンテストが行われたんですけど、はい、そこで第2位を獲得しました、メンバーに今日は演奏してもらおうかなと思います。はい、でなんとそのメンバーというのが、はい、金管50層ですね。はい、金管、私たちも金管ですよ ね。ということは私たちも演奏させていただきます。そういうことでございます。で、はい、お送りします。はい、曲名を、はい、紹介したことでしょうか。はい、曲名はレイテのソナタと言います。はい、レイテのソナタ、そういう名前ですね。いいですね。ちょっとどんな風景なのかなっていうのもお客さんの方は考えながら、わあここ海っぽいな、あ晴れてるなとかいろいろ思っていただいて聞いていただけたらなと思います。そうですね、ちょっと準備があるのですいませんが少々お待ちください。Thank you.
Thank you.
さんどうですか。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ではね、結構やってきましたけど、はい、なんとで最後になります。最後ちょっと悲しいんですけど、ね、まだねスバルデパートは続いてあと4公演私たちはやらせていただくので、まだ2公演目ですからね、はい、まだもっと盛り上がっていけるので、はい、まだ明日もやったら来ていただいたら嬉しいですよ、はい、また来てくださいね。また来てください。では最後の曲いきましょうか、はい、最後にお送りします曲は前向きスクリームです。で前向きスクリームもうスバル大好き、まだこれもなんですけどスバル大好きの方がいたらもう知ってると思うんですけど、この曲は歌って踊れる、歌って踊れるということは、ということはお客さんにも一緒にやっていただくということです。はい、そういうことです。ではではまず高校生に基本を見せていただくので、はい、準備を高校生お願いします。大丈夫かな、OK かな。では一回高校生のみんな行きますよ。大丈夫かな、ちょっとスタンバイがね、まだですね。はい、さあさあ行きましょうか。では高校生の皆さん、サビの部分だけ一回お願いします。じゃあ伊豆ちゃんお願いします。いただいて手を上げて引く、上げて引くという感じで、ぜひ両手を出して一緒にやってみましょう。両手を出してみて、はい、はい、それで、はい、これをやりましたら、我が人生旅できた方はミラクル、ぜひともね運が良くなりますので、ぜひ、ね、私やってということでね、みんな手を伸ばしていただけたらと思います。はい、お願いします。ではではまず一回ね、シミでサビの部分ゆっくりやってみましょうか。そうですね、じゃあサビの部分だけゆっくり伊豆ちゃんお願いします。ではでは1曲いきましょうか。いきましょう。ではちょっと早くなるんですけど、はい、やりましょう。では伊豆ちゃんお願いします。
ックアンコールはですね、はい、勇気を次はお届けしようということです、ね、これもまた元気の次は勇気でございます。勇気しかも 100% 勇気 100% はい、みんなで勇気 100% になって明日からも元気に頑張っていきましょうか。はい、頑張りましょう。ではラストアンコールどうぞ。